オブジェクト思考とはどのようなものかご説明しますオブジェクトとは一体何なのでしょうかオブジェクト思考とはどのような考え方なのか詳しく見ていきましょうこう世の中を見ていただきまして世の中は物でできてますよねまあこの物としてはですねペンとか本とかまあコンピューターとかパソコンとか DVD とかそういう実体のある物もあるんですけれどもその他に概念とか心とか愛とか まあ、憎しみとか、そういう実態のないものもありますね。まあとにかく、ものが中心に、ものが世の中にあるわけです。で、このものを中心にですね、プログラムを作れば。自然なプログラムができるのではないかと考えた人たちがいました。そうするとですね、開発が容易になって、簡単に開発できて。しかも保守性ですね。修正したりとか、新しく改良したりとか、そういったことが容易になるのではないかと考えた人がいたわけです。 これからオブジェクト思考プログラミングというものができましてオブジェクト思考言語プログラオブジェクト思考プログラミング言語というものが誕生してきたわけですオブジェクト思考プログラミングのちょっと歴史を見てみますとですね1960年代から研究されていましたそれで、えー、長い間ずっとこう研究機関とか 大学とかそういったところでずっと使われていたんですけれどもなかなか速度が遅かったりして一般には広まらなかったんですね。しかし1990年頃からコンピューターのパワーもすごくあの速くなって大容量のメモリーが使えるようになりまして一般に広まってきました。で最近の言語ではほとんどがオブジェクト指向の機能を備えています。でもちろん JavaScript もオブジェクト指向言語と言っていいと思います。 ただし JavaScript ではマルキシー全部全部が全部オブジェクト思考で書かなくてはいけないかといいますとそんなことはなくて従来型の手法も使えるようになっています。ですからオブジェクト思考の思考的なプログラムを作ることもできますし従来型の手法を使ってもプログラムができます。まあ、従来型の手法といいますのは具体的にはあの例えば変数とか関数とかそういったものですねループとかそういったものはあの従来型の手法ということができると思います。 まあもちろんそういったものはですねあの例えばオブジェクト思考になっても使うわけですけれどもえそういったオブジェクト思考的な概念を使わなくても、JavaScript、では使えますでもなかなか面白いことをしようとするとオブジェクトについてよく知っておいた方が楽しいことができますしあの見栄えもするものもできますのでこれからご紹介していきたいと思います。JavaScript、はブラウザー以外でででも環境でも使うことががきるんですが ブラウザに付属する JavaScript はブラウザとの結びつきが非常に強いわけです。従いまして、あの登場するオブジェクトとしてはですね、ブラウザと関連するものが圧倒的に多いわけです。えー、例えばウィンドウですとか、ドキュメント、URL ですね。あの上に、えー、アドレスを打ちますよね、HTTP コロンなんとかなんとかって打ちますけども、その URL、それから、えー、フォームあの ユーザーーザ登録のフォーム名前を打ったりメールアドレスを打ったりしてそれを解釈したりするフォームなどがあのブラウザの中に表示されますがそういったものを扱うためのものがそれがオブジェクトとして出てきてそれを扱うで扱ううでででことができるわけですそれからあと表ですねテーブルまあそういったものたくさんありますけれどもそういったものがすべて JavaScript の中ではオブジェクトとして扱われます。 でどう扱うかはこれからおいおい見ていきますのでまあ慌てないです少しずつ見ていきましょう。でオブジェクトの成り立ちですけれどもオブジェクトっていうのはプロパティをを持つわわけけけででですすこれでオブジェクトを特徴付けるわけですね、えー、どういうことかといいますと例えば A さん B さん C さんと言いいますけど A さんは丸顔だけど C さんは長ホームベース型だとかそういう。 あの性質をを持ってオブジェクトものを表現できますよねですから例えばウィンドウだとか URL とかどういった性質を持っているかそういうことを記述することによってそのオブジェクトについて表現してそれであのいろいろな処理をすることができるわけです。まあ、具体的に見た方が分かりやすいと思いますので分かりやすいと思いますねちょっと見てみましょう。えー、でどんな性質を持つかそれから。 えー、どんな動作をすするかっていうのも特徴的ですよね例えば A さんはすごい貧乏ゆすりが多くてとか、えー、B さんは、えー、例えば、えー、よく野球を見に行くとかそういう動作をするとかそういう特徴がありますけどオブジェクトは例えば URL だったらば、えー、その URL に行くとかあのちょっと別の戻った URL は何だとかそういった話があったりするわけです。 ちょっとあの話を実世界のオブジェクトの例にして見てみたいと思いますこの後ですね実際ブラウザに登場するオブジェクトについてもうちょっと考えてみたいと思いますまずは実世界のオブジェクトの例を見てみましょう、えー、例えばテレビですね今皆さん今テレビかパソコンでご覧になっていると思いますがテレビについて考えてみますとどんな性質を持つかというといろんな性質があるわけですがあとどんな動作をするかってこの二つで大体 まあ一応記述でででききるる表現わけです液晶かブラウンかとか何インチかとか、えー、色はまあ本体の色は黒か白かとかまあグレーだとかそういった色でテレビが特徴付けられますよねそれからあのそのテレビっていうものはどんな動作をするかっていうこともそのテレビについて表現する一つの方法なわけですスイッチを入れたりとかチャンネルを変えるとかまあボリュームを変えるちょっとちっちゃいからボリュームを変えるってそれも動作ですよね。 それから入力先を変えるまあ今は DVD から入力しているけれどもテレビを見たいきはテレビの入力に変えるとかそういった動作もしますよね。こういったことをあの記述することによってテレビというものがどういったものか、まあ、ある程度表現できます。まあす。ちょっとあの哲学的になるかもしれませんがあるものの特徴を記述するのにどうすればあるものは何かということを記述するのにこういった性質を持つものがそのものだっていうふうに表現してもいいわけですよね。まあ、そういうい立場で オブジェクト思考の考のえ方は成り立っているわけですでは例えばどんな性質を持つかっていうのをオブジェクトの思考のプログラミング言語の中ではどうする表現するかっていいますと変数を使って表現します変数とまあ定数の場合もあるんですがそれはまた後ほどご説明しますが変数で表現します例えばあるテレ,テレビ1番 TV1 っていうテレビがあったとしてそれのサイズは何インチですかっていうのを15っていうのを TV1 のサイズっていう変数で 表したりとかそれからテーブルのカラーで色ですねこの本体の色を表したりとかするわけです。でどんな動作をするかの方は関数で表現します。えー、これは関数をですねオブジェクトについている関数オブジェクトに付随する関数のことはメソッドと呼びます。 ですから、あのー、今まで関数っていう言葉を使ってきたんですけれども例えばウィンドウオブジェクトのについている関数のことはメソッドと言いますとからウィンドウのなんとかメソッドとかってそういったふうに呼ぶわけです例えば TV1 でセットボリューム22っていうそういうメソッドがセットボリュームっていうメソッドがテレビの1テレビ、まあ、この場合は1番目のテレビっていうあの値のテレビなんですけれども、えー、そこそこそその オブジェクトそのテレビは、えー、メソッドを持っていて何ていうメソッドかとというとセットボリュームっていうメソッドなわけですで引数のところに22っていうのが来るとボリュームの大きさをですね22にセットするこれ例えば19とかすると19のボリュームにするとかそういったようにですね、えー、オブジェクトにはメソッドがついている関数がついていると。 ですから変数と関数でオブジェクトを記述するというふうに考えてもいいと思いますで、えー、この2つまとめましてですね JavaScript の場合この2つ両方ともプロパティと呼びます変数もオブジェクトが持っている変数もプロパティですし、えー、オブジェクトが持っている関数メソッドですねもプロパティと呼びますメソッドはしたがってメソッドはプロパティの一部という扱いになります なぜこんなことを申し上げたかといいますとですね多くの言語ではですね両方を分けて読んでプロパティあるオブジェクトはプロパティとしては何々を持つメソッドは何々を持つっていうことが多いんですけれども、えー、ですから多くの言語ではオブジェクトはプロパティとメソッドを別々に持つんですけれども。 JavaScript の場合はどちらもプロパティとして扱います。ただ、このオブジェクトのメソッドはとか、このオブジェクトのプロパティはとかって呼ぶこともありますので、ちょっとこの辺は混同されている場合もありますけれども、一応正式には JavaScript の場合は、メソッドはプロパティの一部だと一応覚えておいてください。まあ、ちょっと抽象的な話ばっかりになっていますが、もう少し我慢してください。もうちょっと先に進めますが、ここでオブジェクトの入れ子、 ネスティングとといいうことにつててちょっとご説明しておきます今プロパティとしては例えばテレビの色ですとかテレビのサイズとかそういうの出てきましたけれども実はそのプロパテレビ1のオンオフスイッチっていうオブジェクトですねこれ変数なんですけどこれがテレビに付属するスイッチがあるんですけどもそ,それを押すとスイッチ自体もオブジェクトなわけです。 それもテレビの中に付いている付随している中に入っている小オブジェクトみたいなな感じになるわけですねスイッチもオブジェクトでそれからリモートコントローラーもありますけれどもテレビにはリモコンも付随していますけれどもこれもまた別のオブジェクトでリモコンにもスイッチをオンにしろとかオフにするとか電池を交換しろとかまあそういったメソッドを作るあの関数を手続きをくっつけることができるわけです。それからもっと言えば テレビのリモートコントローラーのチャンネル1のボタン1っていうのがマークがついたボタンがあればそれもまたボタンですけれどもそれもオブジェクトなわけですねそのボタンを押すとあの1に切り替わるっていう機能を持っているそういうボタンですそれもまたオブジェクトなわけです。リモコンンのボタンもまたオブジェクトになってこうですからこマトリョーシカっていうロシアの人間はありますけれどもオブジェクトの中にオブジェクトがあってまたオブジェクトがあってまたオブジェクトがあってってこういうどん,どんどんどん入り込んでいるそういう構造になっているわけです。 それでは今度はですね、JavaScript とオブジェクト、JavaScript の世界で登場するオブジェクトについて詳しく見ていきたいと思います。今まではそのテレビですとか、まあ、そういった実世界のものをちょっと例にしてみたりしたんですけれども、今度は本当にこうブラウザーの世界に入っていきますので、えー、皆さんがこれからどういったプログラムを作ればどんなことができるのか、えー、楽しみにしてお待ちください。それでは入っていきましょう。